お疲れ様です。お邪魔しています。ああ、新世間のさよちゃんね。はい、すっかり仲良しですよ。気が合うので最近よく話すんです。へえ。もう友達作りも上手になって、あのなぎちゃんがね、人見知りのね。あの、泣くほどのことでしょうか。私たちはもう授業とかはないんだ。3年生って年が明けたら自習期間で、今日が最後の登校なの。そうだったんですか。はい、お姉ちゃんもこの時期そうでしたから。3年生ってナズナ先輩もセリナ先輩もですか。うん。あ、そうでしたか。本当は三層会の相談とかもしておきたいなって思ってて。ああ、そっか。そうよね。それは近いうち、みんなで集まらなきゃだけど。ごめんね。今日はちょっと、予備校の講習があって。あ、そうですか。近いうち、みんなで集まろ。はい。先輩方、一番忙しい時期ですもんね。さよたちは、来年。ついに来ちゃったな、この日が。なぎちゃん今の彩り緑はこの3人ですからね。どうかした？なぎちゃん先輩、あの、行かないでください。なぎちゃん。私たちはそんなことにも気づかないで笑っていた。まるで時間の流れに置いていかれるみたいに。先輩たちがいないと彩り緑できなくなっちゃいます。走ることが楽しくて、思えばずっと走っていたから、立ち止まる時のことを忘れていて。だからその立ち止まって一言でも話せばよかったのに。この先の私たちのことを。行かないでください。